熱き戦士たちが相打つ北斗の拳。今まさに戦い始める者たちのため、基本的な連続技を伝授する。北斗の拳、審判の早々星剣豪列伝、スターターズガイド、旅立つ者への連続技伝授。パンチやキックの強弱はしっかりと区別しておくことが大切だ。ボタン配置は確実に把握しておこう。R1 ボタンで発動するのがブースト。相手に向かって高速移動することができる。相手を高く浮かし連続技のチャンスを作る攻撃がグレイブシュート。またグレイブシュート後に方向キーを上に入れるとエリアルジャンプが発動する。これは通常のジャンプよりも連続技を入れやすい。そして相手を画面端まで吹き飛ばし連続技のチャンスを作ることができる攻撃がバニシングストライク。バニシングストライク後に方向キーを前に入れるとブーストで追いかけることができる。これが自動ブーストだ。体力ゲージの下にある北斗七星ゲージ、これはバニシングストライクなどの特定の技で減らすことができる。ゲージをゼロにして視聴性を点灯させればキャラクターごとの一撃必殺奥義が使えるのだ。北斗百裂拳。見事だ弟兄さん。通常技をタイミングよく出すとつながる連続攻撃のテクニックをコンビネーションと呼ぶ。連続技に欠かせないのがキャンセル。技の後の硬直をなくすテクニックだ。これはタイミングよく続けて技を繰り出すことで可能となる。しっかり練習して習得しておこう。また特定の技の後にジャンプして技後の硬直をキャンセルするのがジャンプキャンセル。そしてこれをハイジャンプで行うのがハイジャンプキャンセルだ。さらにブーストでもキャンセルは行えるので活用していこう。以上のシステムやテクニックをタイミングよく出していけば連続技をつなげることができるのだ。それでは各キャラクターごとに通常連続技、投げからの連続技、さらにブースト、グレイブシュート、バニシングストライクそれぞれを活用するおすすめの連続技をご覧いただこう。本編で使用するコマンド記号はパンチは P、キックは K、ブーストは丸 B、 エリアルジャンプは丸 A とする。またコンビネーションはカッコ内に表記。キャンセルは丸 C、ジャンプキャンセルは丸 J、 ハイジャンプキャンセルは丸 HJ である。